南郷二郎は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍少将。行動館長、第二代東京府出身。南郷重光の長男として生まれる。学習院海軍予科を経て、1898年12月、海軍兵学校を卒業し、1900年1月、海軍少尉任官。 日露戦争に第四定体定長として出生し、さらに第一定体に属する第六十七号定長として、日本海海戦に参戦した。1905年12月、海兵官時に就任。海軍大学校をつ主学生、海軍水雷学校高等科学生として学び、1907年9月、初下駆逐艦長となり、鹿島水雷町心得を経て、 1908年9月、海軍少佐に昇進し、常磐水雷町に就任。水雷学校教官を経て、1910年11月、海軍大学校を卒業した。1910年12月、薩摩水雷町となり、海兵教官を経て、浅間副長として第一次世界大戦に出征した。1913年12月、海軍中佐に進級。 1916年2月から東伏見宮頼人、新能付部官を務め、1917年12月、海軍大佐に昇進。1919年2月、春日艦長に就任し、以後、香取艦長、軍令部副官、軍令部出資を歴任。1922年12月、海軍少将に進みさせぼ防備隊司令に就任した。 1923年12月、対名となり、1924年2月、予備役に編入された。行動官の創始者である、加納治五郎のおいである縁から、海軍退役後に、行動官、第二大艦長を務めた。ありがとうございます。